ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、これから将棋界は平成生まれの時代になっていくだろうけど、平成生まれの棋士で誰に注目している？そうだな。藤井聡太五冠はもちろんのことだが、個人的には菅井竜也八段に注目しているぜ。どんな棋士なの？A 級棋士の一人でタイトル保持経験もある、令和将棋界のトップに君臨する棋士の一人だぜ。菅井八段は過去に藤井聡太五冠へのある発言が大きな注目を集めたことがあるんだぜ。何？どんなことを言ったの？では今回は藤井聡太五冠について語る菅井竜也八段について語るぜ。ではまず、菅井竜也八段のプロフィールから紹介していくぜ。菅井八段は1992年4月17日生まれ、岡山県岡山市の出身だ。5歳の時に将棋を始め、小学4年の時に将棋日本シリーズ子供大会岡山大会で準優勝をしているぜ。小学校5年の時に第28回小学生将棋名人戦で3位、小学6年で出場した第29回小学生将棋名人戦では、準優勝をしているぜ。小学生の頃から遺憾なく将棋の実力を発揮しているわね。ちなみに小学6年の時の名人の決勝の相手は当時小学4年生の佐々木勇気7段だったんだぜ。優勝できなかったことより、年下に負けたことの方が悔しかったかもね。そして小学生将棋名人戦の優勝者準優勝者の2人ともがプロ棋士になったのは、この年のみなんだぜ。プロ入り後も活躍し続けているし、豊作な年だったのね。菅井八段は小学6年で奨励会に入り、プロ棋士への第一歩を踏み出す。三段リーグには2008年から参加し、4期目にプロ入りを果たすぜ。17歳の高校2年生の時だ。三段リーグでの成績はどうだったの？4期すべてで11勝以上という優秀な成績を上げているぜ。プロ入りを決めた4期目では、序盤に1勝2敗を喫するが、そこから13連勝という爆発力を見せ、最終日の2局を残してプロ入りを決めているんだ。三段リーグは藤井聡太五冠も苦戦した難関なのにすごいわね。それも高校に通いながらだからな。菅井八段はどこの高校出身なの？菅井八段の出身校の具体的な情報はないが、岡山県内の高校というのは確実だぜ。なんでそう言い切れるの？菅井八段はプロ棋士になった現在でも岡山県に住んでいるんだ。菅井八段は地元愛が強く、自分は岡山出身だからプロ棋士になれたと言っているくらいだぜ。プロになると東京や大阪を拠点とする棋士が多いよね。プロ棋士生活を送る上で不便はないのかしら？棋士が集まって研究を重ねる研究会や実戦形式の練習将棋もしづらい環境だが、地方に住み続けることで、不利な要素はありませんと断言しているぜ。現代はインターネットがあるから情報で遅れを取ることはないし、将棋が強くなるのは自分次第だと考えているんだ。素晴らしい心構えだわ。プロ入り後の活躍はどうだったの？プロ1年目の2010年度に、早くも32勝10敗勝率 0.762 の好成績を上げているぜ。2011年度には棋戦初優勝、五段昇段、第61回 NHK 杯テレビ将棋トーナメントでベスト8、第5回朝日杯将棋オープン戦でもベスト4と活躍し、第39回将棋大賞新人賞を受賞しているぜ。もういくなしの活躍だね。菅井八段の将棋はとにかく安定感があると評判なんだ。序盤研究に定評があり、菅井流菅井新手と呼ばれる数々の戦法や新手を編み出していることでも有名なんだ。また、菅井八段の強さの秘密はある日課に隠されているんだぜ。将棋以外のこと？ああ、その日課とはランニングだぜ。ランニングか、健康的な日課だね。菅井八段は4歳の頃からランニングを日課としているんだぜ。将棋歴より長いじゃん。健康や運動不足解消のためにはいいよね。だが菅井八段は、いや、やっぱり自分はあくまで棋士ですから。将棋のために走っていることを忘れないようにしないとと、あくまでも将棋のために行っていると語るぜ。将棋とランニングってどうつながりがあるのかしら？菅井八段は苦手なことや嫌なことを一日一回、クリアしたいんです。人間と人間の勝負ですから、諦めないとか、辛抱強く耐えるとか、そういう要素が将棋には必要だと思いますと語っている。将棋のためにあえて辛いことを日々のルーティンに取り入れているのね。ストイックだわ。だからランニングのやり方も多少変わっているぜ。45分間走った後、最後の5分は、ほぼ全速力で追い込みます。大体ランニングの最中でも、将棋の局面や次の対戦相手のことを考えていますけど、この5分間だけは吹っ飛んでます。まあ、きつくて。毎日この5分は嫌ですね。1分将棋とかあっという間じゃないですか。それなのにこの5分は、本当に長いです。菅井八段にとってランニングは将棋のことを忘れられる5分間なんだね。それでも毎日続けられるのは、すごい精神力よ。私はジョギングさえ無理だもの。霊夢は少し運動した方がいいと思うぜ。
将棋は、タフなメンタリティが要求されるマインドスポーツだから、マラソンで鍛えた精神力が役に立っているのかもな。菅井八段はタイトル戦はどうなの ?2017 年に8大タイトルの一つである王位に挑戦している。相手は王位戦6連覇中の絶対王者羽生善治王位だったが、4勝1敗で下して、自身初タイトルを獲得だ。同時に、平成生まれの棋士として初めてのタイトルホルダーとなったんだぜ。若い世代のトップを突き進んでいくね。だが初防衛戦となった2018年の第59期王位戦で、豊島将之九段に敗れて1期で失冠となってしまったんだ。まだまだ若いんだし、また返り咲いてほしいわね。だが菅井八段は、王位剥奪された頃、調子を落としていた時期もあったんだ。2018年10月18日に行われた第77期順位戦 B 級1組6回戦の橋本貴則八段との対局では、相手の駒を飛び越える形で角を動かしてしまう角のワープで痛恨の反則負けを喫しているぜ。ミスをしない人間は、この世に一人も存在しない。それは将棋のプロでも同じことなんだね。その後は調子も戻ってきて、2020年には A 級昇級を決め、2021年には第29期銀河戦決勝で渡辺明名人を破り、自身初の全棋士参加棋戦優勝を決めているぜ。これからのタイトル獲得に期待ね。気になる藤井聡太五冠との勝負はどうなのかしら?菅井八段と藤井聡太五冠の初対決は、2017年8月4日の第67期王将戦一次予選決勝で、菅井八段が勝利している。続いて2018年9月3日第44期棋王戦本戦2回戦でも対決しているが、菅井八段に軍配が上がっているぜ。藤井聡太五冠相手に2連勝、何か攻略法でもあるのかしら ?2018 年のインタビューで菅井八段はこう語っているぜ。藤井さんの将棋は、全く好きではありませんね。いきなり厳しいしお言葉だね。なぜ好きじゃないのかしら藤井さんの序盤の一手は、どこまで自分の力で考えたものと言えるのか。私も含めて、若手はコンピュータを研究に使わざるを得ない世代です。でも多くの棋士はコンピュータに言われた通りにやっているだけ。それだと個性がなくなり、ファンから飽きられてしまう。羽生世代は、一定の理解の深みが違う。確かに将棋の分析や研究に AI を使うことが当たり前と言われるほど浸透しているし、藤井聡太五冠も AI を将棋研究に活用してるのは有名だよね。菅井八段は AI 否定派なの?否定とまではいかないと思うが、菅井八段はあえて人間臭い手にこだわりを持つんだ。30年から50年経っても干渉される棋譜というものは、コンピュータが示した手ではなく、人間が編み出した将棋だと考えているんだ。確かに名勝負を生み出すのはあくまでも人間と人間の対局だもんね。菅井八段の得意戦法は振り飛車なんだが、AI の台頭とともに、振り飛車を指す棋士は減ってきている実情がある。そのことについて菅井八段は、コンピュータの強さは、今は人間を遥かに超えています。そのコンピュータでは振り飛車が評価されにくくなってきているんです。もっと言えば戦法として成立していないというような厳しい見方もされている。でも一方で、アマチュアでは振り飛車の人気が高いんですよ。プロで流行しているような居飛車の将棋はアマチュアの方々には難しすぎます。やっぱりプロの棋士はファンに喜んでもらえる将棋を指さないといけないですし、何より自分はコンピュータに評価されなくても、振り飛車が一番いい戦法だという感覚があるんですと語っているぜ。最善の一手よりも見てる人が楽しめる一手を追求しているんだね。プロ意識が高いと思うし、藤井聡太五冠とは目指している将棋が違うのかもね。だが藤井聡太五冠への評価が低いわけではないんだぜ。藤井聡太五冠の読みの深さ、速さは多くの棋士を恐れさせている。詰将棋の計算力は、彼の方が私の10倍は速いでしょう。と言っているからな。だが続けて、実戦ははるかに複雑で、直感が求められる。どこまで読んでいるかなんて、数値で証明できない。証明できないものを恐れる必要はない。と語っているぜ。菅井八段の独創的な将棋が精密機械のような藤井聡太五冠を狂わせたのかもね。だがその後の対決では、藤井聡太五冠が5連勝しているんだ。そして直近の対決が2022年8月10日の順位戦 A 級2回戦だ。今シーズンは藤井聡太五冠の A 級リーグ初参戦に注目が集まっているよね。史上最年少名人獲得記録の更新が期待されているからな。だが菅井八段も対局前にみんな一番強い AI で勉強しようとするので、そうなるとみんな同じような将棋になってしまう。結果を出しつつ、自分にしかできない将棋で結果を残していきたい。藤井五冠は最強の存在なので、特別な棋士。ただ自分も棋士なので、一番は将棋、同じリーグで倒さないといけない相手と語るなど気合は十分だ。さらには A 級1回戦を落としているから、必勝を掲げて対局に臨んだぜ。結果はどうだったのかしら?菅井八段は先手番で、自身の得意戦法でもある中飛車を採用した。
藤井聡太五冠が短歩を突く工夫を見せたが想定していた形にはなったと序盤を差し進めた。中盤戦では、菅井八段がじわじわとリードを拡大。自身でもうまくいけそうと思ったと、振り返っているぜ。けど相手は藤井聡太五冠、そんな簡単に崩れるわけないよね。ああ、一時は形勢互角にまで押し返されたが、菅井八段は自陣の硬さを生かし、最後は攻め合いから藤井玉を寄せ切ってみせ、109手で勝利したぜ。菅井八段は今期 A 級待望の初白星を挙げて、形勢判断が難しい将棋だった。終盤は難しかったが、良い結果を残せて良かったと安堵の表情を見せていたぜ。藤井聡太五冠は2戦目で早くも黒星がついてしまったわね。藤井聡太五冠は持ち味の中、終盤力は活かせずじまいで、構想があった本譜では選択を間違えてしまった。判断力が足りなかった、ミスが出てしまったので、内容を良くしないとと反省を口にしていたぜ。気を取り直して次回から挽回してほしいわ。この対局を解説していた佐々木大地七段は、序盤から菅井八段の工夫が見られた将棋。振り飛車のな局なのでは、何十年先まで並べてもらえる将棋だと思う。盤面全体を使った筋の良い将棋で読みの入った手も多く、振り飛車の良いところが詰まった将棋だったと思うと絶賛していたぜ。振り飛車でもまだまだ勝てるってことを証明したわね。菅井八段は3回戦で同学年の永瀬拓矢王座と対戦予定だ。4年ぶりのタイトル戦、初の名人挑戦を目指し、今後も負けられない戦いが続くぜ。みんな頑張ってほしいわ。これからも A 級戦から目が離せないわね。最後に菅井八段のお弟子さんについて解説するぜ。もう弟子がいるのね。菅井八段のお弟子さんは、高取直也くん。小学校3年生、9歳4ヶ月で奨励会に入会しているぜ。確か藤井聡太五冠が奨励会に入ったのは小学校4年生だったからそれよりも早いんだね。ああ、これは史上2番目の早さなんだぜ。高取直也くんは現在関西奨励会6級で頑張っているが、現在のところ間違いなく藤井聡太五冠の最年少記録を更新できる可能性があるただ一人の少年なんだぜ。高取直也くんの今後の活躍から目が離せないわ。いずれプロ入りして藤井聡太五冠とも対決するかもね。それじゃあ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。